スペースモンキーズ TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。サルです。さてね、ようやく実況の方にね、行ける準備ができましたので、まあそのご報告なんですけど、私のね新しい愛車の方がようやく届きましたので、皆様にね実況のね動画の方を今後、お伝えできるかと思います。まあそんなさなかなんですけど、見えますか、後ろのこの箱、長いこれですよ。また私のね熱心な釣り仲間から送られてきましたよ。間違いなくこれはもうあれでしょうと思われる、もう私がね、ビッグベイトロットをね破損させたということはみんなもう周知の上だと思う。こんな長いものつったらもうそれしかないじゃろうと。さあ開けてってみましょうか。では早速開けてみましょう。何が出てくるのかな、嬉しいな。まあ12月で私誕生日なんでね、もちろんねそれをね察して私のね仲の友人アングラがきっとね、誕生日プレゼントをくれたんですよ。でもね正直言うね、軽いんだよね、軽い。じゃあ開けてみましょう。何が出るかな、めちゃくちゃ軽いんだけど。まずこれ、そしてこのでかい箱に対してもう中からです、入ってないっす、すっげえ軽いっす。で入っていたのがこのルアーだけ、やりやがったな。そういったねクレイジーなね放送でどうやらルアーが送られてきましたよ。そういうことなんだな。まあ、ちょっと期待感を煽らせていただいてちょっと嬉しかったよ。さあ今回の私の友人からのプレゼントルアーはレイドジャパンのレベル5サイレンスの2つだね。この2つのカラーが届きました。真冬のね実況、私がでかいジグで釣りたいというさなか、まあねあと鉄板、の方を紹介しました。 OSP のね、オーバードライブだったっけ、確かそれだったような気がするね名前が。そして私がねレベル5ないんだよっていう風なことちょろっと言ったらね、レベル5 2つ真冬仕様のサイレンスが送られてきました。バラタナゴっていうカラー、開けてみましょうか。サイレンスだからラトルが入ってないタイプだな。もう真冬のほんとリフト&フォール的なバイブレーションだね。これ見てください、めちゃくちゃいいカラーしてますよね。いいカラーだ。お腹の方がキラ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 してね、この頭の方もキラついたね、模様が入ってます。そしてクリアのね青色にお尻がちょっと赤でサイレンスマークが入ってるね。なんだろうこれ、僕の場合ねここは金でね、シーラカンスカラーなんて形でちょっと青みがかったカラーをいつもかけてるんだけど、やっぱり河口湖このカラーが強いのかなって本当に思っちゃう。真冬のリフト&フォールマストカラーっていう形でね友人が送ってきてくれました。これダブルフックにね付け替えてね、今回の動画はねほんとただのプレゼント開封動画、何もないっす、大変申し訳ないです。次のね次からの動画はちょっと実況をねやっていこうかなと思います。さあ次のカラーですが、これはこのカラーの名前は、次のカラーはねパープルウィニーっていうカラー、このカラーです。はい、このカラーパープルウィニーっていうカラーですね。いいですね、まあスケルトンなんだな、透けてるんだな。で緑がかったような感じでギルのようなねブルーギルのようなこのしましまが入ったカラー、まあ本当にボトムにいるギル、越冬しているギル、チギルのような感じのカラーだね。まあ見方によればコバスっぽいし、チギルのカラーにもなりうるカラーだね。はい、今回の動画ですが、まあバイブレーションの2つ、レベル5の方、ロットの配送用、
ロットの配送用段ボールに入ってこれが送られてきたという私のその誕生日を少しでもね、いい気持ちで迎えられるような友人からのね、そういった心意気を感じた開封動画になりました。グランデサイズのジグの、スイミング、あとはまあゆっくりネチネチ攻める大きなジグで釣るという目標と、あとは鉄板の煽り、そしてあとはバイブレーションの、リフト&フォール、こちらの方で実調しようということで、この2つプレゼントとしていただきました。さあ今日は何にもありません。うん、さあね、まあそんなことはさておいて、ようやくね私の足の車が届きましたので、実調動画の方を今年の真冬開始したいと思います。それではこんな動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。エンジョイ YouTuber の友人からビッグベイトのロットが送られてきたと思ったら、見事にこのバイブレーションレベル5がねないって言ったから、あんなでかい包装にくるまれて送られてきましたっていう報告動画でした。バイ、すいません。